申し上げます。岩木先生は文字通り決断と実行の方であります。しかも静かに決断と実行をなさる方でございます。いくつか例を申し上げます。一つは岩木光秀先生の会館の事務所に電話を申し上げます。ご不在の時よろしくお伝えくださいと申し上げます。普通ならここで終わっちゃうんですね。ところがしばらくしますとですね、携帯に電話がかかってくるんです。いや先ほどありがとうございました、岩木光秀なんです。どういうことなんですよ。これ私自身もやろうと思ってもなかなかできないことでございます。もう先生はじめ事務所の方々がですね、心に秘めてやっておられることだと思います。もう一つ決断と実行の例を申し上げます。震災後東北復興ということでさまざまな行事がなされました。で東北縦貫のツール東北がございました。その時に自転車に乗ってさっそうと走らせる姿でここで岩木先生にお目にかかりました。その時この自転車の業界の方もおられまして、私のお願いということでリバイツとなりますと、ぜひ稲一をお願いしたいと申し上げました。その時岩木先生は静かにうなずいておられました。しかしその後見事に稲一が実現いたしました。ただ先生は稲一を実行に移していただいただけじゃなくて、実は先生はトライアルスロンでですね、稲足を泳いでるんですね。鉄人です。静かに聞いて静かに実行される、まさに静かに決断静かに実行される岩木光秀先生に再度日本国のために世界のために大活躍いただけるように皆様の絶大なご支援をお願いいたしましてご挨拶いたします。本日は誠にありがとうございます。ありがとうございました。続きまして福島県議会議員を代表いたしまして福島県議会副議長佐藤正隆先生にお願いをいたします。皆さんお待ちでございます。ただいまご紹介を賜りました福島県議会副議長の佐藤正隆でございます。本日は多くの県会議員の先生方、そして市町村の議員の先生方お見えでございますけれども、代表して激励の言葉を申し上げたいと思います。今県が怒っております。なぜ怒っているか皆様お分かりでしょう。11年前のあの震災、我々は途端の苦しみの中から今ようやく復興の兆しを灯し始めました。その時にやはり福島県民は福島県民の教授としてしっかりと岩木先生に恩返しをしなくちゃいけない、そのことに対して今何やってんだということで県が怒っているわけであります。我々は岩木先生と共にこの福島の復興のために一生懸命前進をしてまいりました。その恩返しをする時が来たわけであります。そしてまた福島県は今復興の道半ばであります。この状況の中でこの福島県を愛し福島県のいろいろな気持ちを代弁できるのは誰か、それは岩木光秀先生しかいないわけであります。
どうですか皆さん、ようやく岩城先生の選挙の体制が整ってまいりました。今回はいろいろな事情があって全国比例区という立場でありますけれども、我々福島県民の代表であることには間違いないわけであります。振り合いだったら我々はこの福島から岩城先生の票をしっかりと掘り起こして、選対本部が求めている15万票をしっかりと岩城先生に託さなくちゃいけない、そういう気持ちであります。ようやく天も分かってくれたようであります。雨が少しずつ上がってきました。岩城先生の当選への道が少しずつ開いてきたのかなというふうに思っております。どうか皆様方がこの岩城先生の思い、国を変える、そして福島の復興に少しでも恩返しをしながら成し遂げていくんだ、この思いを分かっていただきたいと思います。地道に地道にその活動を通しながらここまでやってまいりました。我々の先輩でもある岩城光司先生こそ福島県をしっかりと知っている、そういうことを思っていただきたいと思います。風で鳴った人たちは風が吹けば去っていくわけであります。地道に地道に活動しながら、この福島県の行く先々を心配しながら活動してきた岩城先生であります。どうか皆様方のもう一票、もう一票の積み重ねをお願いをしたいと思います。思い出してください。あの震災から、途端の苦しみから我々が這い上がってきた、それを後押ししてくれたのが岩城先生であり、先頭に立ってきたのも岩城先生であります。そのことに対して我々はしっかりと恩返しをしていく、その弔い選挙でもあるわけであります。どうか残された4日間、皆様方の手を尽くして、ありとあらゆる手を尽くしながら岩城先生のために頑張ろうではありませんか。そしてこの福島県においては1票目、福島地区代表の保守北斗、そして2枚目については岩城光秀、この2人がこの福島県民の思いをしっかりと具現化することによって、福島の復興がさらに前進をいたします。どうか皆様方のさらなるご支持ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げるとともに、岩城先生の当選を勝ち取るまでしっかり頑張ることをお誓いを申し上げまして、激励の言葉といたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。力強いご支援ありがとうございます。最後までよろしくお願いを申し上げます。大変お待ちどうさまでございました。大変お忙しい中、わざわざ岩城光秀候補のために応援に駆けつけてくれました。清和政策研究会会長、元内閣総理大臣安倍晋三様よりご支援の激励の挨拶をお願いいたします。大きな拍手でお迎えください。皆さんこんばんは、安倍晋三でございます。本日は雨の中、いろいろとお忙しい中、岩城光秀頑張れというお気持ちでこの街頭に足を運んでいただきまして、誠にありがとうございます。今回の厳しい戦い、岩城光秀さん勇気を持って挑戦をされました。岩城さんは安倍政権において法務大臣として本当に大きな実績を
挙げてくれました、まあ、特に再犯防止について皆さんは力を入れてくれました。再犯防止を進めていく上においてはやはり仕事がなければ再犯防止にはつながっていかないわけでありました。そういう意味におきましてはそうした受刑者の支援、地味な仕事でありますがしっかりと取り組んで実績を上げてきたのが岩瀬さんであります。岩瀬さんというのはコツ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 地味な仕事をしっかりと進めていく、まあ、そういうタイプの仕事政治家であります。東日本大震災の際にも地域の復興のために本当に汗を流してきた政治家、それが岩瀬さんであります。まあ、今回、まあ、比例区においては厳しい状況ではありますがどうか皆さんこの郡山の皆様そして福島の皆さんの心を一つにして国政の場に再び岩城美人さんを送っていただきますようによろしくお願い申し上げます。今回の参議院選挙におきまして何が問われているのか、現在ロシアによるウクライナへの侵攻が続いている中にあって経済にも大きな影響が出てきています。物価高に対して何とかしてもらいたい、こういう行為に対して岸田政権としてしっかりとこの物価を抑えていくための政策を行っています。例えばガソリンの値上がりに対して210円にリッター当たりになっていくところを財政支援を行いながら170円台に今抑え込むことができています。これからもしっかりと財政を出動させていく中において皆様の生活を支えてまいります。また小麦においても世界で急上昇しています。価格が急上昇している中において日本はその急上昇の角度を2割3割今なんとか抑えています。それ以外にも例えば肥料も値上がりしていて農家の皆さんはお米の値段が上がっていない中で肥料が値上がりをしている大変厳しい状況にあります。そうした支援を行っていく上において我々は5兆円という予備費を計上し機動的にそうした予備費を使いながら皆さんの生活を、なりわいを支援をしていく決意をしております。そのためにもなんとかこの選挙乗り切って勝利を収め安定した政治基盤の上に強力に財政政策を進めていく必要があります。選挙を乗り越え勝ち抜いて、そして秋には臨時国会を開いて、そして思い切った補正予算を組んでいく必要があります。今やっとコロナ禍におきましても重症化率あるいは死亡率も下がってきています。このコロナを克服して今行っている社会的な行動制限あるいは経済的な制約をしっかりと緩和をしていく中において経済を V 字回復させていかなければなりません。そして町のにぎわいを郡山のにぎわいを取り戻していくことが求められています。そのためにも我々は何をしなければならないか、現在円安となっていますが円安は確かに物価の上昇に対してはこれは物価の上昇をさらに押し上げていくというデメリットもありますが、同時に思い出していただきたいと思いますが今から10年前は行き過ぎた円高によって製造業はどんどん製造拠点を海外に移してしまった、雇用が奪われ、そして被災地企業中小小規模事業者はついていけないから残念ながら工場を閉めたりお店を諦めるしかなかったんです。今よりも3割も倒産件数が多いという事態、我々が政権を取り戻したあの年の12月就職を控えた高校生大学生の皆さんはあの就職氷河期よりも就職内定率は悪かったんです。そして雇用において正社員の有効求人倍率はなんと 0.5 倍、100人正社員になりたいという人がいても半分しか50人しか正規の雇用が見つからないという事態だったんです。なんとかしてもらいたいという声に押されて私たちは政権に復帰をしました。そして私たちは大胆な金融緩和と機動的な財政政策とそして成長戦略によってこの状況を大きく変えることができました。この政策によって正社員の有効求人倍率は史上初めて1倍を超えて一人の正社員になりたいという人に対して一人分以上の正規の雇用があるという状況を初めて作り出すことができたんです。このコロナ禍において我々は思い切った財政出動を行いました。2020年に
70兆円という大きな予算を組んで、補正予算を組んで、しっかりと政策を前に進めた結果、先進国の中では最も失業率を低く抑え込むことができました。その中において、経済はなんとか力を持ち続き、昨年度の税収も67兆円、過去最高の税収になりました。おそらく今年度の税収も上がっていく、そう思います。でもまだまだ不十分です。経済分野における、政治の経済分野における最大の責任は何かといえば、しっかりと皆さんの雇用を、働く場所を守っていく、働きたい人が働ける、そういう真っ当な社会を作り出す、そして守っていくことであります。であるからこそ、この秋にやるべきことをやって、経済を V 字回復をさせ、町のにぎわいを取り戻し、皆さんの生活をしっかりと支えながら、給料を、そして収入を増やしていく、これが私たちに課せられた大きな使命であろう。そのためにもどうか、いわき光秀に力を与えていただきたい。この地域のことを誰よりも知っているいわき光秀にどうか大きな力を与えていただきたい。お願いを申し上げしたいでございます。そしてもう一点、今この瞬間にもウクライナに対するロシアの侵略は続いています。ウクライナを守るために命を懸けて戦っているウクライナの人々の姿から、私たちは何を学び取ることができるか。それは皆さん、日本というこの素晴らしい国を守り抜いていく、その責任は私たち自身にあるんです。私たちが努力をしなければ、日本の領土、領海、領空、そして私たちの誇りを守り抜いていくことはできません。そしてだからこそ、しっかりと我々は防衛努力を重ねていかなければいけません。同時に私たちの国だけでは日本を守り抜いていくことはできない。ロシア、ウクライナに侵略をしている国の体力の差は大きな違いがある、軍事力の差が大きな違いがあるから、ロシアは簡単に侵略できると思った。もしウクライナが NATO に加盟をしていたら、おそらくロシアは侵略することはできなかった。それは NATO は30カ国か、その中にはアメリカも入っている。1カ国でも侵略をされたら、自分の国が侵略されていなくてもみんなが協力して守り抜いていく、これが NATO の同盟であります。ウクライナ対ロシアではなくて NATO 対ロシアになっていく。であればやめておこうということになるんです。ウクライナよりもはるかに小さなバルト三国の国々は NATO に入っているからロシアに指一本触れられない。であるからフィンランドやスウェーデンも NATO に入ろうと言っている。翻って日本はどうか。日本の同盟国はアメリカです。大切な同盟国との関係を維持していくことが日本の安全につながっていく。であるから岩瀬さんと共に力を合わせて、何年前に平和安全法制を制定して、日本とアメリカは共にお互いに力を合わせることができる、助け合うことができる同盟に変わりました。そしてさらに求められているのは努力なんです。 NATO の 国々は1カ国の例外もなく、30カ国すべて防衛費、GDP 比 2% 負担していくということを約束し合っているんです。なぜ GDP 比かといえば、国の大小はあってもそれぞれの経済規模に応じた努力をちゃんとしていきますよということを約束し合って実行していくことによって、お互いが信頼で結ばれ、この同盟は強靭なものになっていく。日本のためにアメリカが守る、兵士が戦うということはどういうことかということを考えていただきたいと思います。日本のために命を懸ける兵士たちにも家族がいて、愛する人がいます。愛する人が日本のために命を懸けることをアメリカの国民が理解し支持をしなければ、同盟はただの紙切れになってしまう。だからこそ日本もしっかりとこの今 NATO がやっている国際的なスタンダードとなっている GDP 2%、 5年以内に達成しなければならないということを、私も自由民主党も決意をしているんです。しっかりと日本が努力をしていく、この国家意思を今示すべきではないでしょうか。日本がしっかりとその意思を示し、そして日米同盟を強化し、さらには価値を共有する同志国がいます。イギリスやフランスやドイツやオランダや、あるいはベルギーや、そしてインドや豪州、カナダ、多くの国々は
日本とともにこのインド太平洋地域アジアの海の平和と安定を守っていこう、こう意思を表明しています。だからこそ日本がリーダーシップを取っていく必要があるということを申し上げたいと思います。そして最後に1点、憲法について申し上げたいと思います。今ウクライナを守るために戦っているのは、命を懸けているのはウクライナ軍の皆さんです。日本を守るために命を懸けて戦うのは誰か、それは自衛隊の皆さんではないでしょうか。しかし自衛隊、憲法に明記されていないから、多くの憲法学者は憲法違反だと言っています。共産党も言っていますね、 C さんも言っている。ではいざという時どうするんですかと言ったら、いざという時には自衛隊頑張ってもらう。これ皆さんおかしいじゃないですか。あの災害の時にも東日本大震災で命を懸けて地位を分かたず地域の皆さんの生活を守るために頑張ったのが自衛隊の皆さん。でも憲法に書いていないから違憲論争がある。ほとんどの教科書には違憲論争があることが書かれている。あの頑張っている自衛隊の皆さんの子どもたちもこの教科書で学ばなければならない。この状況を皆さん変えていこうではありません。そうだ。そのためにこそ私たちはこの選挙を勝ち抜かなければなりません。法務大臣も経験したベテランの岩瀬さんの力を私たちは必要としているんです。どうか皆さん、比例区には岩木道秀、比例区には岩木道秀、皆さんの貴重な一票で岩瀬さんを再び国会に送ってください。どうか皆さんよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。大変心強いご支援と言葉をいただきました。ありがとうございました。最後までご支援よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。安倍内閣総理元 内閣総理大臣は大変お忙しい中本当にありがとうございました。多くの皆さんの拍手を持って お見送りいただきたいと思います。ありがとうございました。雨の中本当にありがとうございました。これより参議院議員比例代表候補者岩木光秀よりご挨拶とお願いを申し上げます。皆さん、お晩でございます。大雨が降ったにもかかりませず、こうして皆様方においでをいただきましたこと、本当にありがたく心から御礼を申し上げます。今から25年前のことになります。私はいわき市長を務めておりました。その翌年に参議院選挙が行われることになっておりました。自民党県連から強い要請を受けて、翌年の参議院選挙に出馬してほしい、そういう要請を受け、市長の職を辞して翌年の参議院選挙に向けて活動を始めました。八木沼秀夫先生に選対本部長を務めいただきました。大変厳しい戦いでありましたけれども、郡山の皆様方の力強いご支援をいただきまして、なんとか勝ち抜くことができたのであります。本当にありがたく心強い思いでした。それから3期18年間参議院議員として国政に参画をいたしました。国土交通大臣、政務官、
内閣官房副長官、法務大臣を務めさせていただきました。自民党の中では自民党参議院の政策審議会長、そして東日本大震災復興加速化本部の副本部長、本部長は前衆議院議長の大島理森先生でありました。そういった経験をさせていただきまして、引き続き参議院議員として郡山をはじめとしたふるさと福島の復興を確かなものにしたい、そう願っておりました。しかしながら6年前の参議院選挙、郡山の皆様方に全面的にご支援をいただいたにもかかわらず、共産党を含めた野党統一候補との一騎打ちで腐敗を喫してしまいました。無念でなりませんでした。皆様方のご期待にお応えできず、本当に申し訳ない気持ちでありました。だからこそ何としてももう一度国政に復帰をして、そして自分がやり残したことをしっかりと国政の場でふるさとのために恩返しをしたい、そう思って地道に活動を続けました。3年前の参議院選挙にもチャレンジをしようとしましたが、いろんな事情があって叶いませんでした。だからこそ今年の夏のこの戦いは何としても皆様方のご期待にお応えする意味でも、どんなことがあっても挑戦をしなければならない、そう思って活動してまいりました。いろんな経緯がありました。最終的には比例代表の自民党の公認候補として今臨むことになりました。北海道から沖縄までが選挙区であります。でも私は福島県をベースとして拠点として戦わざるを得ない、そういった立場であります。そして全国の福島出身の方々にも郡山出身の方々にもどうか皆様方からお願いしてほしいんですが、福島県のふるさとの復興再生のために全国各地でいわき三つ市に投票することがふるさとの復興再生のために貢献することになるんだと、そのことを全国の皆様方に、皆様方お一人お一人からお願いをして欲しいんです。私はその思いにしっかりと応えられる即戦力であります。これまでの経験と人脈を生かして必ずご期待に応えられる仕事をしてみせたい、そう思っております。当初用紙の2枚目にいわき三つ秀と書いていただく、まだまだこのことさえも浸透していないように感じております。でも残された期間、最後の最後まで説明をしながらご理解をいただき、勝利を目指したいと思っております。そして当選させていただきましたならば、何よりも先ほども申し上げましたふるさと福島県の
郡山の復興再生を確実なものにする。まだまだ多くの課題が山積しておりますが、これらを解決していく。そして将来このふるさとを担うことになる子どもたちに夢と希望を与え、誇りの持てるふるさと郡山、ふるさと福島県を作ることが私たちの世代の、私たちの政治家の責任、そして課題ではないでしょうか皆さん。そのために私は働かせていただきます。それからあと2つだけ申し上げます。一つは人口減少社会を迎え、また東京一極集中も是正していかなければなりません。4年前をピークに日本の人口は減少していきます。50年後には半分になってしまうという予測も立てられている。こういった人口が少なくなっている時代に合わせていろんなことを見直していかなければなりません。国と地方の在り方もそうです。国と地方の役割の分担も抜本的に見直していかなければならない、そう考えております。そのために地方行政に携わった経験を生かしていきたいと思います。そしてもう一つ、これからの日本の政治を良くするためには、私は今の選挙制度では良くないと思います。小選挙区制、一人しか選べない衆議院の選挙区制度、これは日本の政治風土に合っていない、そう考えております。詳しく述べる時間はございませんが、私個人の考えは、地方からもっともっと多くの国会議員が出せるような、そういう仕組みを作るべきだと思っております。そして決して人口だけではなく、面積とかあるいは投票率も加味した、そういった新しい定数を作る。そしてできれば中選挙区に戻して、ベテランと中堅と若手がお互いにしのぎを削りながら新陳代謝を図っていく、そういう制度が、選挙制度が日本には必要になるんではないでしょうか。参議院の選挙制度も変えていきたいと思います。これについては私の試案がありますが、後で機会がありましたらお話をさせていただきます。そういった国と地方の在り方を変える、選挙制度を変える、すなわち国を変える、そのために頑張っていきたいと思います。もう一つだけお話しさせてください。私の高校の先輩であります品川市長さんからサイクルエイドジャパン稲一の話がございました。自転車のことにも関わってまいりました。いわき市長を務めておりました時に自転車政策に興味を持ち、そして市政の中でそれを推進しました。参議院議員になりましてから自転車活用推進議員連盟を結成し、私が事務局長を務めてまいりました。自転車活用推進法という法案を立案し、それを成立させました。これから環境問題、さまざまな交通の課題を考えましたときに自転車の活用、大事なことになってきております。先週茨城県を遊説しましたときに、ある県会議員がこんなことを言ってました。岩木先生、力を貸してください、自転車政策に。なんでですかっていうと、茨城県をサイクリング王国にしたい、そのために今同志を募っているんだということです。確かにいいことですが、福島県も負けてはいられません。郡山を中心にこの福島県で自転車のイベントとか大会をもっともっと開催しながら、多くのサイクリストがこの福島県内に集う、
そして町づくり、地域づくりの一環として自転車政策を重要視する、そういった動きも広げていこうではありませんか。その先頭に私は立ちたいと思っております。ここまでお話ししましたところで、ちょうど私に与えられた時間がやってまいりました。今日は大雨の中本当にありがとうございました。残された期間、懸命に懸命に駆け抜けます。トライアスロンで鍛えた体力でもって最後まで走り抜きます。そして必ずや勝利をつかみます。そのために郡山の皆様方お一人お一人の力強いご支援を岩木光秀に賜りますよう、心からお願いを申し上げます。岩木光秀、必ず勝利をつかみ取ります。皆様方のご支援、ご期待に必ずお応えいたします。最後まで頑張り抜きますので、どうぞよろしくお願いを申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。頑張り抜きますよろしくお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。頑張ります。はい、よろしくどうぞお願いいたします。ここで私、選挙対策本部の方から一言皆様方にお願いがございます。先ほどから話がありますように、1枚目には福島県選挙区の選出候補者保守北東を書いていただきまして、2枚目の投票用紙には岩木光秀と書いていただきますようにお願いを申し上げます。それともう一つ、皆様携帯電話をお持ちでしょう。それぞれ100人から200人の電話番号が入っていると思います。その電話番号を利用いたしまして、それぞれ LINE とか SNS を活用いたしまして、日本全国に岩木光秀を広めていただきますように心からお願いを申し上げたいと、このように思っております。よろしくお願いいたします。それでは最後に頑張ろうコールを行いたいと思います。頑張ろうコールを福島県議会議員鈴木雄貴様にお願いいたします。後援会長、選対本部長と県議の先生方、上の方に、あと市長選つながしてお願いいたします。県会議員の先生方、壇上の方へ、ご紹介をいたしませんので、壇上の方へお上がりください。じゃあ市議会議員の先生方もどうぞお願いいたします。今日私がいいよ。大丈夫です、いっぱい持ってます。皆様お晩でございます。ただいまご紹介をいただきました福島県議会議員、そして自民党福島県連の遊説部長の鈴木雄貴でございます。本日は雨の中本当にありがとうございます。安倍総理、元総理を迎えてここに立ちますと、6年前あの悔しいことを思い出します。今回は絶対に負けられない。どうぞ皆様お力を貸してください。それでは通りがかりの皆さんも見た時あると思います。頑張ろうコールをします。大きな声で頑張ろうをすると気持ちいいので、どうぞ皆さんやってみてください。それでは岩木光秀候補、全国比例ですよ、福島県選挙区は保守区と、そして2枚目岩木光秀、皆さん衆議院の比例と違います、名前を書いてください。岩木光秀、よろしくお願いいたします。それでは岩木光秀の勝利を目指して頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。これをもちましてお開きとさせていただきます。雨の中長時間にわたりご協力を賜りまして誠にありがとうございました。岩木光秀を最後の最後までご支援ご協力をお願いいたしまして、この会をお開きとさせていただきます。ありがとうございました。光秀先生、国政、必ず国政行って、
ございます。ありがとうございます。岩木先生、終了でございます。ありがとうございます。絶対国政祈ってます。はい、心強い。岩木から言います。ありがとうございます。ありがとうございます。